今日はですね、第6回ということで、マッシンチ、基本で、やってるマッシンチを、進めてもらいたいと思います。まずマッシンチで、この顔面側のテイクバックで、はい、みんなどの前ですね、顔面側のテイクバックを進めてもらいたいと思います。これを実際に、どうやって使うかというと、まず進めてみますね。まずですね、相手の右の前に出るですね、バッチですね、動けた瞬間、絶対相手はこう右のスライドが打ってくるっていうのを、こう、蹴ったりと思ってくださいね。右の前に出る時に相手が出るみたいなのを打ってくださいね。こういうふうに顔面側でバッチンしながら、腕を回しながら、下を蹴る。で、この、右と下の左の肘をですね、下に打ったりして、手を出し。相手のこの前、上から切る蹴りでも、ここで6回。ね、上が今から突っ張られても、しっかり胸を振って、これがもう突っ張られるとですね、この、押しちゃうんで、体の胸を振って、しっかり手放しながら落として、で、そこから、しっかり胸を振って。はい、実際これをリクロールやってみますね。はい、これを何回も繰り返してやってください。